やっぱ一番トップがね、いじられキャラ、いじられキャラってわけじゃないけど、前って親しみのある人やったら絶対いい組織と思うんで、まあ水泳部は多分いい感じの 部活なんやなっていう。わかるな、あれで。しかも愛ちゃん、愛ちゃん1年生やでな。相手は3年生の部長やからな。うん、ようあんないけるよな。今ちょっといいか。ええ、構いませんよ。水着に着替えなくてもいいのでしたら。めっちゃ言ってくるやん。じゃあ着替えてもらおうか。え、それは冗談ですよ。それより私に何か用ですか。うん、少し七咲と話がしたいなって思ったから。私とお話ですか。ダメかな。いえ、いいですよ。でも何のお話をするんです。そうだな、そんで始まる前も言ってたけど、ハート2つ増えてんのは日曜日のイベントで愛ちゃんと会ったっていうか、まあ愛ちゃんがいて評価上がったって感じですね。で、まあ世間話かな、最初はやっぱジャブとして。あー、オッケー。長崎はミヤと結構話をしたりするのか。結構仲いいよな確か。あとさえちゃんもやったかな。え、そんななん。それが最近、え、私ミヤちゃんに話しかけても無視されてしまった。おい、何してんねんあいつ。説教やな。え、それは本当か。冗談に決まってるじゃないですか。なんでそんなこと言うの。普通のクラスメイトですよ。やめてよ。なんだよ、驚かせないでくれよ。なんでそんな嘘つくの。すみません先輩。いやー、でもこのすみませんって言われたらちょっともう何も言えやんわ。で、そう、さっきの塚原先輩の話が、まあ、続くようではあれないけど、多分愛ちゃん結構いじっていい先輩とそうでない先輩見分ける力が強いんやと思うわ。うん、だから塚原先輩もこわもてそうに見えて、意外とっていうか、まあ優しいから、あ、まあこの人多分ちょっといじっても大丈夫やなんやなっていうのと、多分純一くんに対してやろうな。うん、まあこの人はいじった方がええろみたいな、多分なんとなく感じれるタイプなんやと思う愛ちゃんは。まあ、やから多分先輩からよく好かれるみたいな、あるんじゃないかな、そういうの。まあ世渡り上手というかね。うん、いや、愛ちゃんもう世間話入ってないんちゃうんかな。あいちゃん、なんならスキルートの1段目でもう世間話入ってないとかあるからな、確か。そこは運動で行こうか。まあ、運動は多分入ってるんじゃないかな。どうやろうな。行くか。ほら。水泳やってる人って肩幅が広くなるって聞くけど、長崎はどうなんだ。あー、まあ、肩の筋肉がつくからやっぱでかく見えるよな。うん。ええ、少しは広くなったと思います。あ、なったんや。へえ、そうなんだ。あ、まあ、そっか、もう11月とか12月やもんな。まあ、そらもう半年くらいやってたらそらつくわな。水泳をやっているとやはり肩に筋肉がつきますからね。そうははっ、そっか。ああ、まあまあ。だいたい想像通りやな。3ターン目か。まあ運動いっか。はあ、でも今下矢印ついてなかったよな。ああ、下がらんな。オッケーで、ここは下がるな。まあ4ターン目やもんな。いや、ここは運動やな。うん、まあ今のが入らんからっつってここで運動が入らんってわけじゃないと思うから。爪か。まあ勉強か世間話か。長崎って小柄な感じがするけど筋肉はついてそうだよな。
なんか割と失礼やなお前。ええ。マジで？そんなにはですが。いいんですか？よかったら触ってみますか？やっぱりね、個人的にはちょっと背筋を触りたい。うん、腰とか。え、いいの？この笑顔は何よ。めちゃくそええ笑顔してるけど。じゃあどこ行く？どこ行く？え？消えた。何残像だっつって。冗談ですよ。なんや、本気にしないでください。もうそんなもんいいですよって言われた瞬間触れお前は。なんだびっくりさせるなよ。すみません。そこで童貞を出すな。ええって言われたらもう触ったらええねん。女もんはこれエッチ入っ、いやーないかな。ちょ、コード、あ、運動でええか。多分運動は入っとる。ほら。泳いでる最中に足がつったことある？俺あるわ。あ、はい、ありますよ。うん、あれやべえよなマジ。前にタイムを上げようと焦るあまり無理をしたら、幸い足がつくところだったのですぐにプールから上がりましたけどね。それは大変だったな。あれマジ焦るよな。ビビる。別に授業中に釣って2日ぐらい足痛かったもん、釣ったとこ。そろそろチャイムが鳴りますね。だから割とタチの悪い釣り方したんやと思うけど、私結構やったもん。もう少し先輩とお話がしたかったんですけど。俺もまあ仕方ないと。そうですね。ではまた今度にお話の続きをお願いします。はいはい、それでは私はこれで。さらば。これでも会話はあれかな、四角取るまでは置いといてもいいかな、もし出たとしても。ほんでこれは見たいな今日。はいはい。え、ちょ待って、あーそっか、これか。通学路で男子生徒が座り込んでいるとか。あー、昨日選ばれやんかったやつやな。オッケーオッケー、まあ見るか。はい。今日、え、明日までか。やし、今日は郊外をランニングしている生徒が多いな。なんだかああやって部活をするのも結構楽しそうだよな。まあ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 、思い出にはなる。お、あそこにも生徒が。あれ、あの人どうしたんだろう、あんなところにしゃがみ込んだりして。ちょっと声をかけてみるか。どうかしたんですか？あー、いえ、ランニング中に突然車が出てきたもので危な。え、ひかれかけたってこと？もしかして転んでひねったとか？はい、ちょっと見せてもらってもいい？別に構いませんけど。いた。うわ、かなり腫れてるぞ。これ捻挫してるんじゃないかな。仕方ないな。よし、僕が保健室まで肩を貸すよ。いえ、しばらく休みは多分無理やろ。腫れてる場合はマジで無理よ。しばらく休んでもその足じゃ無理だって。こういう時は遠慮なんかしなくていいよ。すいません。さて、それじゃあ行こうか。はい。普通に1週間ぐらいかかるやつやで、それ。これは結構しんどいぞ。大丈夫ですか？うん、これぐらい平気だよ。頑張るしかないよな。あ、あ、先輩？七咲。え？
七崎さん？あ、愛ちゃんのクラスメイトなんかな。二人は知り合いなのか。はい。あ、同じ水泳部の1年生ですから。水泳部なんや。あ、そうなんだ。いつになっても彼がランニングから戻らないので様子を見てこいって。なるほど、なるほどね。実はさっき転んだ拍子に足をやっちゃったみたいで。あ、それで先輩が。うん、ちょうど通りかかったんだよ。そうだったんですか。あ、そうだ、七咲。はい。いきなりで悪いんだけど、ちょっと僕のカバン持っててくれないか。かさばって歩きにくいんだよ。あ、はい、わかりました。うん、ちょっと車のナンバーとか控えてない、覚えてないんかな。それ覚えてたらお金もらえるで。とりあえずこれで大丈夫かな。あとは保健の先生に任せればいいだろう。さて、それじゃ改めて帰るとするか。先輩。ああ、七咲。先ほどはうちの部員がお世話になりありがとうございました。ああ、別にいいよ。僕も七咲にカバンを持ってもらったわけだし。いえ、それくらいは。それより、ずいぶん重たいカバンでしたが、中に何を入れてたんですか。何、昔の不良漫画みたいに鉄板でも入ってんの。ああ、うわ、セバ、今日はお宝本をまとめて持って帰ろうとしてたんだ。タイミングよ。さっきは簡単に七咲に渡しちゃったけど、もし中身を見られてたりしたら。先輩？いや、今日は辞書を持って帰ろうとしてたからさ。ははは。それでですか。勉強するんすよ、勉強。たまには勉強もしないとな。そうですね。まあさすがに愛ちゃんはそういう中を見るとかそんなことはせんと思うから。うん、かなり重たかったろ。あ、ありがとうな。あ、いえ。お前まさか。ちょっと、赤くなっ、え。さて、それじゃあ僕は帰るけど、七咲はどうする？あ、私は部室の方に戻ります。あれ、これもしかして見てしもた？そっか、それじゃあまたかな。はい、先輩、ありがとうございました。今絶対顔赤なったよな。あ、もったいない。ふう、危なかった。それにしても、七咲もああやって照れたりするんだ。でもここでさ、ありがとうなって俺言われてから照れただけか、今のは。ああいう照れた顔を見ると、あいつも女の子なんだなって思えるな。何を、お前は一体何を言っとるんや。どっからどう見ても女の子やった。あ、できれば資格もらった後に音符増えてほしかったな。うん。さあ、愛ちゃんね、部活動やってるから結構放課後多い気すんのよな。はい、オッケー。ちょっとはよし、ということで今回はここまでですかね。まあ、何やろ、普通に過ごして、AI ちゃんとのね、会話のやつも広げつつで、資格も1個取れたんで、あと3つがな。愛ちゃんってどうやったっけ。リホコちゃんは前はやってたリホコちゃんは結構ポンポン資格くれてたんやけど、愛ちゃん多分決まったやつでしかもらえやんかったと思うから、
まあでもイベントこなしてたら大丈夫だと思うんで、まあそこは逃さないようにって感じかな。でやっぱねアタックイベントを早く見たいんで、そこかな、まあ頑張っていきたいな。うん、はい、ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。